寺本熊市1月3日から1945年8月15日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将、和歌山県出身。八幡社新館、寺本正吉の息子として生まれる。五条中学、仙台陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1910年5月、陸軍士官学校を卒業。同年十二月、 不評少尉に任官し不評第十連隊付となる。陸士生徒隊付などを経て、1921年11月、陸軍大学校を卒業した。翌月、不評第十連隊中隊長に就任。1922年12月、参謀本部付勤務となり、参謀本部員第3師団参謀を歴任。1925年5月、 陛下を航空兵下に転じ航空兵隊員となる。同年8月、航空兵少佐に昇進し、飛行第二連隊付に発令。1926年8月、陸軍航空本部員に転じ、1927年12月、航空本部付として、陸大専攻学生となった。1928年12月、アメリカ大使館付部官補佐官に就任。 1930年3月、航空兵中佐に進級。1931年2月、参謀本部付となり、同年5月に帰国。同年6月、航空本部員に就任。1933年8月、航空兵大佐に昇進し、飛行第8連隊長に着任。1934年11月、臨時飛行第2大隊長に転じ満州事変に、 出動。飛行第16連隊長、航空本部員、留守航空兵団参謀長を歴任。1937年11月、陸軍少将に進級し、浜松陸軍飛行学校幹事に就任。1938年6月、航空兵団参謀長に同志日中戦争に出征。浜松飛行学校長を経て、九百四十年八月、 陸軍中将に進み、第二飛行集団長となり、満州に赴任し太平洋戦争を迎えた。1942年4月、第二飛行集団が、第二飛行士団に改編され、師団長となる。1943年5月、第一航空軍司令官に就任し、東京に赴任。同年7月、第四航空軍司令官に転じ、ニューギニアの航空船を指揮し、その後、 フィリピンの防衛にあたる。1944年8月、航空本部付となり帰国し、陸軍航空審査部本部長事務取扱い、航空本部長を歴任。終戦を迎えた1945年8月15日に、自決した。ありがとうございます。